きっかけはあの社長会社の社長からあの病院へ行って見てもらってくださいとこう言われたんですであなたの字はあのとにかく何書いてるか分からないとでそこから始まっていったんですよで自分は健康なんやから心配ないと思ってますからであの行ってで結局その証明出したらええんでしょというぐらいに軽く思っていったんですよところががそれが あの若年性の認知症ということが分かりました、うん、その時はもうどうにもならへんというのかもうあこれで終わったと思いましたね、うん、あの全くそんな病気やと言われる筋合いもないと思いながら生活してましたからまさかまさか自分があのそのような病気になっているというふうには思っていなかったです正直なところ。でもあのそれを えー、突きつけらというのはあのー、まあいろんなテレビやドラマでこの認知症のことは知ってましたから自分の中に体の中で何が今起こってるのかっていうことはつぶさにすぐ分かりました。ですからあの怖いというよりもどうなっていくんやというその一言というのかあの苛立ちというのか、うん、とこれから起きることに関してあの自分が要は真正面から あの戦おうというそこまではなかったですよ。な、うんあの何とかならないのかというそればっかしやったんですね。それとあのこの病気であることをあの人に諭されたくないと言いたくもないしあのバレるのも嫌やなとそういうふうに思ってました。うん、だからその分その時期いうのは一番苦しかったと思いますね。うん、はい、うんええ もう、あの、来なくていいですと。うん、はい。で、神と鉛筆を持ってこられて、あのー、書いてくださいと、うんえー。自主退職ですね。うん、それを迫られました。えー、こういうところがあるから、行ってみたらどうですかということを言われたと思います。うん、はい。はい、そうです、ね。はい。はい。ですから、その、書、え、い、ー、てるものを見て。うん、あの、住所。と。あの。住所ですね。見て、うん、あ。 ここは僕が子供の時におったとこやというのがすぐ分かりましたからすぐに行けました、うん、躊躇はしなかったしで,、ね、ですから、うん、知ってるところやから安心してすぐ行きましたねしたいやもうただただあの背中をさすってくれてましたね、うん、えもうおやつして泣いてましたそ、うん、ですから初めてあの他人さんにお話ししたのがそれが初めてや それまではまままだ子供ににもももっててせせんんででししししたた会社その話も一切してませんでしたから認知症の診断を受けても受ける前と受けてからも人との人間の人生として変わらないわけです続,く続いていくんですから認知症の人という診断を受けてから人生をどう歩んでいくかお医者さんは診断をねあなたは認知症ですというのは仕事の終わりかもしれないけれども人生はそこから始まっていくんだと考えたとしたら次の ところはこういうところにつないだ方がいいですよ。こういうところで一回相談してみたらという一言は欲しいですね。そこで古谷さんはいろんな話をしながら、あんたそれだけ喋れるならちょっと人前で喋って聞かせてあげてくださいよっていうのはこういうのスタートですから、そこで人生大きく変わったんですよね。うん、そういう機会をみんなたくさんしてあの持ってもらえるようにしてもらえたらいいなと思いますね。うん、古谷さんは診断を受けてこのその病気ですと言われたときは一人で 聞かれたんですね。一人で聞きました。それ一人でやっぱり苦しくなかったですか。いやもうとにかくまさか、そればおかしいですね。これからの人たちが受けるときには、一人で受けても構わないと思います。あの,、はい、あの診断を受ける時は、あの一人で生かさない方が絶対いいですよ。あの今の本人の状況から言うたら、とてもじゃないけども、そこまで、あの頭はいかんと思いますから。もし何かがあった時のことを考えたら。 絶対一人で生かすのは間違っていいるやろうなと思います陶芸を始めたっていうのはあのまあ昔から集めることがまあ大好きだったんですけども子どもの自分からでもあのこの陶芸を始めるにあたってはあのまず自分の病気が先にあったんですよね。で、まあ、認知症と診断されてから、まあ、家にこもり始めるんですね。で あのどこへも行きたくない、えー、誰にも会いたくないとで知ってる人なんかなおのこと会いたくないという時期がありましてであのじーっと家におりましたでところが、あのーまあ、この時間を何とかしようとかそんなことも考えずにただただ陶芸してみたいなと、えー、若い時からずっとあのどこへ行くのも旅行に行っても あの陶芸のあるところばっかり行って、えー、陶芸品を集めるのが趣味だったんです、うん、でそれと金あってその料理も作りますからあのどういうお皿にどういうものを作ったら入るなとかそんなことも考えながらよくやってましたから、うん、あの陶芸とそれとこの、えー、飲食に関するそういう食器ですねそれがやっぱり自分の中ではあのたまらないぐらいに可愛いいんですよ。 どこへ行ってもそれは見たいしあのもう気に入ってしまったらもうすぐ買ってましたね、うん、そのぐらい大好きで大好きでたまらなかったもんであのとにかく峠が今できることが本当にあのまあご褒美といってはなんですけどもあの、まあ、この病気はそやからまあ峠を好きなだけしなさいよとあの、まあ、神様が言ってくださってるのかなと思ってあのこれは自分のご褒美やなと思って今はさせてもらってます。 いやあのね、躊躇しましまたよあの、まあ、先生ところへ行ってあの、まあ、したいということをお話しせはあきませんからあの陶芸会館に行くのにあの、まあ、この病気のことを言わない,いかんのかなと自分が認知症であるということをちゃんとつけとかなあかんかなと思いながらまたその反面「黙っとっても分からへんやろと」とその狭間で揺れるんですよ。で「あのあ今日は行けんかったから明日行こう」と。 で明日は必ず行こうでそう決めて寝るんですけどもまた朝になったら「あっあっしにしようと」と伸ばし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 でやってしますね。うん、でなかなか踏ん切りがつかへんところで結局あの自分は何やったんやろうなと思った時にやっぱりちゃんと先生に言うて「もしあかんかったらあかんかったでもええやん」と思ってそのつもりで行ったんですよ。 ちゃんとそれは自分の口から自分の病気のこともちゃんと伝えておかんともし後々あの認知症やったっていうことが分かったらとんでもないことになってもかなわんなと思ってそれだけはちゃんと抑えて言うといたんです先生に担当の、えー、アシスタントの女性がおられてその話をずっとさしてもらってあのー、話どうしてもここへ行きたいとあの言ったところ。 あの一番奥にるる人おられるでしょって男性だったんですけどもその方も「古田さんと同じ病気ですよ」で、それで初めてあ「あ来れるんかな」と思った時に「全然そんなん金銭でも大丈夫ですから来てください」ってあの言ってもらいましたそれはもう本当に嬉しかったですよ初めてあの自分があの行ったところで「来てほしい」と言われたことがどれだけあの 嬉しい幸せだったことが、うん、もうかけがえのないそこであったんですね、うん、そこから外へ出ていけるようになっていったんですよ。男性会話者の会話していてでまあいろんな人に一,一つずっと会ってきたんですけれどもでそういう人はサンダにおらんかなと思ったら、えー、2018年の10月に、うんえー、古谷さんの講演会がサンダであるということを聞いたので じゃあ行ってみようと思って終わった後あの担当者にちょっと言って「ふん紹介して」って言って会ったのが私の思う最初の出会いです。うん、会いますかと言われた時に、うん、会ってみたいというで、うん、あのでまあこうどういうのかなことか好奇心をこうゆ,ゆすられるというのかそういう感じがしたんですよね。であの北間さんと話をするうちにまた、うん いろんなことが分かってきたというのか教えてもらったというのか気づいたというのかまあそれがあってまあ今日まで至っておるんですけども、はい、最初はね出会った三年ほど前の時は、えー、先ほどの会社をあの解雇されたような話でどっちかいうとも怒り浸透モードでしたね私は時々出ている FM ラジオとかに出てもらったりとか、えー、全国の仲間と少しずつ引き合わせていって。 あの他にもこんなことやってるこんな元気な人もおるよっていうのをずっと会っていってもらうとだん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 と決してあのそう悲観することも僕はなくここまでなんとかかんとかやってこれましたけどもあの最初のうちは本当にあに泣くだけ泣いたらええと思うんですよ。わと苦しかったら苦しいって言うてもええと思います。だから 何一つつ遠慮せずにあのぶつけたらいいと思うんですよ今の自分の感情を僕もそうやってあの乗り越えたとは言えませんけども今日まであの来れたわけですからですからあのどんなブ様でも構いませんからあの自分が思てる通りに後の人生は自分のもんですよだからあの一つ言えるのはこの病気も決してあの捨てたもんじゃないということなんですよ。 絶対にね。だ、うん、からみんなが思うほど。あの？苦しいもん。でもあの無様なもんでも何でもないですよ。あの、何でも困っとったらええんですよ。言うてくれたら今の僕にできることがあったら何でもさせてもらいたいな思ってますよ。うん、寄り添って欲しいと言われや寄り添ってその日痛い,いし、話をいっぱいしたいですよ。 そのことが一番大事やと思うんですよ。か誰かとつながってるっていうことが。何よりもの薬やと思いますから。あの、そのお薬に行なってやりたいなと思います。な、うん、らしてもらいたいなと思います。だから、あの、遠慮すんでも構いませんから。あの、電車賃だけくれたら。行かせてもらうと思います。はい。うん、それは、あの、本当に。あの。嘘でもなんでもないですよ。もし、そういう方。 おって皆さんの近所におってあのー、サイドって皆さんいっぺんちょっと大手のって言うてくださいきの出る本当に何の躊躇もなく言きますから、はい、そのご本人の周りの環境っていうのは、はい、薬と同等ぐらいにあったは確かに大変、はい、大変大丈夫だと思います、はい、それはもう僕もそう思います、はい、それかあのー、どこかで支えてくれてる人があのお、ー、るっていうだけでもずいぶん違うと思いますわ心の中の痛みが とにかく周りの人の、あのアドバイス。は、あのしっかり、あの受け止めて、聞くべきやと思います。あの僕のような、あの半端な人間が言うても、あの何の効果もないかわかりませんけども。あの、とにかく一人一人が、あの自分のことを、私のことを、あの思いやってくれてるわけなんですよ。で、それにすら気がつかへん。あの何日間かはありましたよ。 そのことに気が付かないんですよ。だから、いかに、あの。心の中が乱れているかというのか。あの、もう、いっぱいになってしまってんですね。それで、で、も自分がそれでも、いっぱいいっぱいのアップアップなんですよ。でも、もう、ちょっと。辛抱して、我慢して。いろんな人と会ううちに。もっと素晴らしいことが、分かってきますよ。ですから、そこまで。 行きましょう。頑張って。そしたらその向こうは本当に幸せがいっぱい待ってるはずですよ、はい。私はそう信じていますし、そうあるべきだと思っています。